SNS をやらないのは経営怠慢。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。私が子供の頃、情報を入手するための媒体は新聞、テレビ、本、この3つがメインでした。しかし今となってはこれら全ての媒体が社用産業だと言っても間違いではありません。今若い人は新聞もテレビも重要視はしていません。そこで今日は情報収集について分かりやすく解説します。私の情報収集はまずネット、そしてメルマガ、 SNS、 本、そして人、こんな感じです。ダントツにネット系のメディアからの情報収集が多いんですね。で、これ以外にも商談でのね、場面で情報収集も多数あります。ただしこの場合ニッチな情報もありますので、ほんのね一部の業界にしか通用しないっていうこともあります。このように分析するとリアルタイムで情報が更新されるメディアからの情報収集がメインだということに気づきます。そう考えると本とか書籍というのは半年前とか下手すると1年以上前の情報もね多くあるわけです。本が売れないっていうのは変化の激しい時代を象徴しているのかもしれません。どうしてもタイムラグがね発生してしまうっていうのが本のデメリットっていうことです。ということは企業が発信する情報もタイムリーかつリアルタイムでなくては価値が低くなるということです。でここ10年は SNS での情報発信、そして情報交換がメインになっているっていうのも、これも原因の一つではないかなと思います。もう SNS をやっていないっていうね、個人の人を探すのが非常に難しい時代になっています。また、世代によって情報収集の媒体が大きく異なります。昭和世代であれば70歳でも15歳でもほぼ同じ価値観で人生を過ごせたわけです。だから家業を継いだりするのが、まあ、通用したってことですよね。まあ、それだけ一つの価値観が長続きした時代でもありました。ところが今は70歳でも15歳でも同じ価値観でそもそも会話で語ること自体が難しい、つまり大きなジェネレーションギャップが生まれているということなんです。ですのでそのね家業を一概に継ぐとかって言ってもなかなかこれねジェネレーションギャップ、そして価値観の違いで難しいというケースもあります。さて特にねジェネレーションギャップを感じるっていうのが情報収集の方法なんです。例えば15から25歳までの Z 世代と26歳から49歳までの Y 世代かな、これを比較したデータによるとですね、こんな感じになりますね。普段見たり聞いたりしている情報とかメディアは何ですかってことで Z 世代だと1位は SNS の 66.9%、 2位が無料動画サービス 62.9%、 3位がテレビの 60.9% となっております。でそれ以外は1位はテレビの 65.3%、 2位が無料動画サービスの 53.4%、 3位が SNS の 50.9%2% ですね。大きく違うっていうのはやっぱり Z 世代は1位が SNS ってことですよね。それ以外の世代は1位はやっぱテレビ、まあ相変わらずテレビって感じですけどね。次の質問です。新しい商品やブランドの重視している情報源は何ですかっていうので Z 世代は1位は SNS の 51.6%、 2位がウェブサイトの 28.2%、 3位がテレビの 27.8% でダントツに SNS です。でそれ以外は1位がウェブサイトの 33.3%、 2位がテレビの 32.4%、 3位が SNS の 26.9% という感じになっております。Z 世代は1位が SNS、 それ以外の世代はウェブサイトっていうね、ここもやっぱり違いが出ています。そして3つ目の質問ですが、 SNS の情報を通じた商品購入はという質問では Z 世代は購入したことがある 56% が最多でした。でそれ以外の世代は SNS の情報で商品を購入したことがないっていうのが 63.9% で最多。
これね、くっきり分かれましたね。つまり Z 世代は SNS の情報を信じて、それで、そこで紹介されているような商品を買ったことがあるっていうのがもう半数以上だってことなんですが、それ以外の世代ではなんと 63.9% なので、6割ちょっとは商品を買ったことがないっていう、つまり買ったことがあるっていうのは30数%ってことですね。このぐらいの違いがあるってことです。このデータを見ると Z 世代の情報源は圧倒的に SNS だってことがね、もうお分かりだと思います。また Z 世代とそれ以外の普段見たり聞いたりしている情報やメディアで、無料動画サービスは双方ともに多いことが分かりました。このようなデータを見ると、近い将来テレビというメディア、媒体どうなるんだろうかと心配になります。そういえばほとんどテレビを見なくなりました、私。いや、本当に見ないんですよ。1日おそらく15分から30分の間ですね。まあ、いずれにせよね、企業はこのようなデータを無視することはもうできないということです。そして勘のいい人ならもうお分かりだと思いますけども、これだけ SNS とか無料動画サービスを利用している人がいるにもかかわらずですよ、 SNS やっていないとか動画もやってないんですよねっていう企業、もう話にならないっていう感じです。で、結局ね、これなぜそういうことが起こってるかっていうと、まず会社自体っていうか、経営者がそこに力を入れてないってこと、あとは経営者がよくわからない、自分が利用しない、若い人だけしか利用してないじゃん、あとはできないっていう理由でこれらのメディアを使って情報発信をしていないっていうね、もうこれ経営者の怠慢以外の何者でもありません。あとよくあるな、うちの業界は SNS とかあんまり関係ないから、いや、関係ないってことはないんですよ。なぜかって言ったら、これから人材不足はもっともっと顕著になっていきます。そうなってくるとですよ、若い世代を採用するには何が重要かって言ったら、 SNS つまり YouTube だったり、TikTok だったり、そういったところの情報発信を積極的にやって、会社を認知してもらって、そしてエントリーにつなげるという、これが非常に重要になってきますので、 SNS をもうね、採用でも、あとは商品とかサービスの告知でも使わないという選択肢はございません。なので SNS をやっていないという企業はもうこれ経営者の怠慢以外の何者でもありませんので、ぜひぜひ一刻も早くね、この SNS に取り組んでください。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって、私長谷川が様々な視点から経営に役立つ情報を収集分析して、週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いします。